前回のあらすじ、配合を禁止されたタッピーちゃんが究極の鍵を求めて訪れたのは、水の世界、ニューヨの国の女王から、会心の神殿の扉を開く鍵を託された。サイオーグに待ち構えていたのは鍵の番人、水流ギルギッシュ。勝負を挑むも、強力な攻撃の前に20回以上の全滅を喫してしまう。そこでタッピーちゃんは、相手の攻撃を無効化、回復できるモンスターをスカウト、相手の弱点を突き、討伐に成功した。残りの番人はあと一体、果たして、究極の鍵へ至る扉の先に待つものとは？パート4、スタートです。どうも皆さんこんにちは、ゆっくりタッピーと。ゆっくりボーンファイターす。あれ、一旦狭間の世界に戻ってきたんすね。うん、最後の鍵の番人を撃破する前に、今回はまず、新戦力のスカウトからやっていきたいと思います。ということで、まずは狭間の世界のグレートドラゴンをスカウトです。ステータスはかなり優秀っすが、スキルはいまいちパッとしないような気がするんすけど。このグレートドラゴン、主に耐性の優秀さを高く見てスカウトしています。具体的には、炎ブレスと吹雪ブレスを無効化できる点ですかね。後々使いどころがあるってことっすかね。ということで、ニックネームは黄色にしておきます。イロハのまま名前にするな。続いては氷の世界、マンモデウスの体内に潜む、ガス団子をスカウトです。このモンスターはどういう目的で？所持しているスキルが VS 対義なので、どこかで使えるかなと思って。マジックバリアと対義封じ。確かに使いどころはありそうっすね。ということでニックネームは、ピタニャイにしておきます。彼のどこに猫要素があるんすかね？さて、ここからが本題です。最後の鍵の番人撃破を目指します。砂漠、水と来て。順序通りに行けば氷の世界に手がかりがあるはずっす。泉の精霊なら何か知っていそうということで、精霊に究極の鍵の話を持ちかけます。ただ、どうやら精霊も究極の鍵の存在は知っている様子っすね。まずはイーストリアの女王の元に行けば良さそうですね。五条の的をというところに、最後の鍵の番人がいそうな感じですかね。それじゃ早速、イーストリアの女王。いや待って、ボンファ、なんだか空が急に暗くなったような気がしない？タッピーさん、空にめちゃくちゃ不気味な穴が開いてるっすよ。そこから何かとんでもないものが出てきてないか？これは、巨大なドラゴンっすかね？正直、いきなりすぎてこのモンスターが何者なのかはわからないけれど、明らかにこちらの味方ではなさそうですよね。やはりあの魔物は、狭間の闇の死角のモンスターだったようですね。イーストリアに急ぎましょう。女王ヘレンとの久しぶりの再会、心よく、古城の的を開ける鍵を渡してくれました。以前、タッピーさんは精霊の使いとしてこの世界の諸問題を解決したっすからね。そのおかげで話が早くて助かってます。このままいざ古城の的へ。と思ったのですが、先ほどの巨大なドラゴン、マンモデウスに戦いを挑んでいます。いやいや、氷の世界の主が負けるわけなんて。攻撃は闇の衣で無効化。炎、ドーン、マンモデウス、バーン。あっけない。マンモデウスはそのままドラゴンに吸収されてしまいました。狭間の闇。我々は相当ヤバいモンと戦ってるんすね。予断を許さない状況になってきました。とにかく、古城の的へ急ぎましょう。了解っす。さて、最上部までやってきました。メンバーは前回と同じですね。メインに強つよの強、ぶっ壊れ、そしてタイダマン、スタンバイに阪神、吉田沙織、ヒーン。このメンバーで、最後の番人戦に挑んでいきたいと思います。ニックネームの壊滅さにもだいぶ慣れてきたっすね。最後の番人はデッソシストですか。狭間の闇も動き出している状況、ここで負けるわけにはいかないっすね。ということで、いざ、勝負です。さてデッソシスト戦ですが、厄介なのはサイドのデスフラッターです。番人のサイドが厄介なのはどこもかしこも同じなんすね。デスソシストは主に呪文で攻めてくる。ここはこの塔で拾った大魔導のコインで耐性を強化。初手アストロンも入れて、安全に場を整えることから始めます。とはいかないのが今回。サイドの片方はステルスアタックのために入りましたね。1ターン貯めて、次のターンに通常攻撃の 1.5 倍の全体ダメージっすか。ぶっ壊れはともかく、つよつよのつよとタイダマンもなんとか受け切れるといいっすが。このターンはぶっ壊れにバイキルミンを使用、つよつよのつよはスクルトを命令しておきましたが。つよつよのつよは死んでしまったっすが、タイダマンはなんとか生存したっす。ここで回復を挟めるのはめちゃくちゃありがたいですわ。さて、ここでボンファや視聴者さんへものすごく朗報があります。え、戦闘中にいきなりなんすか？実は、このデスソシストたち。万人の中では一番弱いです。うせやろうねー。というのも、しっかりとした理由があって、まず、相手のデスフラッターはステルスアタック、デスソシストはジバリーナを使ってきていますが、1ターンのためがあるので、ダメージを受けるまでに猶予があるんですよね。確かに、次のターンに強めの攻撃が来ることがわかっているっすから、死にそうな時には防御でしのいだり、みたいなことがしやすそうっすよね。さらにデスソシストくん、シャッフルを使ってくれることも弱さの原因です。
確か、表ストーリーの道具もシャッフルの使い手だったっすよね。うむ、シャッフルはラウンドの最後に行動、なおかつ攻撃が止まってくれるので、ただでさえ体力がカツカツなこの縛りでは、サービス行動に近い手となっています。おまけに、この辺になってくると相手の方が素早いことが多いので、結果、シャッフル状態だとこちらが先制する確率がかなり上昇することになるんですよ。こう見ると、かなりサービス行動が多いんすね。さて戦闘に戻りますと、サイドの片方は撃破も、痛恨を受けて大ピンチ。ここは防御命令し、耐えしのぎます。前述した通り、相手の攻撃に猶予がある分タイミングを合わせてしのぐムーブが可能なんすね。ぶっ壊れは耐性面がかなり優秀なので、回復量も余裕でお釣りがきます。ここまでを改めてまとめると、攻撃はしのぎやすく、サービス行動もある、おまけに呪文も耐性の高さでなんとかなる。やっぱり以前の番人たちと比べてもめちゃくちゃ優しめなんすね。ということで、ここからは倍速を入れながらちまちまと削っていくことにします。基本的に毎ターン特上薬草を使い体力を死なない程度に維持、余裕ができたらバイキルミンのかけ直しや魔導士のコインをかけるなどすれば OK。もう片方のデスフラッターを片付ければ、痛恨を連打される以外に負け筋はなさそうっす。その痛恨の一撃も使用頻度が低めな印象。事故率は高くないので大丈夫なはず。さて、この一撃で、最後のデスフラッターは両方撃破できたっすね。こうならもうほぼ勝ち戦。とここで、皆様にお詫びとお願いがあります。実は東方大学生でして、勉学とこの鬼畜縛り、さらには生配信、なんとか両立はできているのですが、いよいよ投稿頻度が落ちるかもしれません。動画の投稿頻度、具体的にはどのくらい落ちそうなんすか？今までは2日に1本くらいのペースだったけど、3日に1本くらいになりそう。あんま触ってなくて草だ。裏ストーリー編になって考えることも増え、進め具合も遅くなっている現状です。今後はショート動画を更新することも徐々に増えていくと思います。このシリーズの他にも、ドラクエモンスターズにまつわる様々な動画や生配信をお届けしているっすから、ぜひチャンネル登録、高評価、他の動画の視聴など、お願いしますっす。皆様へのお知らせも終わりましたが、そろそろデスソシストも撃破できそうですね。このぶっ壊れの攻撃で、よーし、最後の番人、デスソシストを撃破です。今までの番人戦より安全に立ち回り、比較的楽な攻略だったっすね。3パートに分けて進めてきた鍵の番人も全員撃破。いよいよあの扉が開くんですね。あの扉の先に、究極の鍵が眠ってたりするんすかね。真実を確かめに、旅の扉から扉の前へ行きましょうか。まさか、配合禁止で究極の鍵を入手できるなんて思わなかったな。一体どんな大きさで、どんな形をしている鍵なんすかね。さあ、これで究極の鍵の元へ行くことができそうです。さて、究極の鍵は一体どこに？これは、新たな、異世界？